ソービニオンブラン、ソービニオンブラン、フッツ、ソービニオンブランは、フランスのボルドー地方を原産地とする、緑色の花皮を持つブドウの品種である。名前の由来は、フランス語で野生を意味する、ソバージュと、白を意味する、ブランであると考えられているが、これは、フランス南西部に古来から土着であったためである。また、ソービニオンブランは、サバニャンの子孫である、可能性が高い。 ソービニオンブランは世界中のワイン産地で栽培されており、多くは爽やかな辛口白ワインとなる。ソーテルヌやバルザックでは甘口のデザートワインにも使われる。フランスのほか、チリ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、アメリカのワシントン州やカリフォルニア州で広く栽培されており、カリフォルニアなどの一部のニューワールドでは冬メブランと呼ばれることもある。 これは、ロバート・モンダビが考案した造語であり、プイ・フューメになぞらえた販売戦略である。装備に4ブランで作られるワインの香りは、栽培される地域の気候によって、明確な草の香りから甘く、トロピカルな香りまで幅がある。冷涼な気候では、この品種は、強い酸味と草やピーマン、イラクサのような、青い香りを持つ傾向がある。 パッションフルーツのようなトロピカルフルーツや、エルダーフラワーのようなフローラルな香りが感じられることもある。温暖な気候では、トロピカルフルーツの香りがより際立つが、果熟すると香りが失われる可能性があり、そうなるとわずかに桃のような果樹やグレープフルーツの香りが残るだけになってしまう。ロアール地方やニュージーランドの装備にオンブランを表現する言葉として、クリスプ、エレガント、 アンドフレッシュといった形容詞が使われることがある。やや冷やした装備ニオンブランには、魚料理やチーズ、とりわけシェーブルチーズがよく合うされる。寿司と合うワインの一つとしても知られる。リースリングと共に装備ニオンブランは、スクリューキャップのボトルで商業展開された最初のワインである。これは、特にニュージーランドの生産者が実施した。 装備に4ブランのワインは若いうちに飲まれることが多く、そういったワインは熟成しても品質が良くならないものもあるが、中には熟成によってエンドウ豆やアスパラガスを思わせ、植物性の香りを持つようになるものもある。オークソンで熟成された、ボルドーのペサックレオニャンやグラーブ産辛口白、ワイン、ボルドーの甘口ワイン、ブイー、フュメやサンセールなどのロワール酸ワインは熟成の ポテンシャルがある。装備ニオンブランの起源をたどると、フランス西部のロワール川流域及びボルドー地方に遡ることができる。ただし、この地域が真の起源かどうかは明確ではない。この品種はサバニャンダネの子孫である。可能性が示唆されており、さらにカルメネイル種との関係もあると言われている。18世紀にこの品種とカベルネフランを掛け合わせてカベルネソーブニオン。 が生み出された19世紀のボルドーでは、ソービニオンベール、チリでは、ソービニのナスと呼ばれるが、ソービニオングリと共に、部分的に植えられていた。フィロキセラカ以前に植えられていた、ソービニオンベールは、苗木として、チリに持ち込まれ、現在でも栽培が続いている。ロアール川流域で栽培されている、ソービニオンロゼは、名前は似ているものの、ソービニオンブランとの関係性は、知られていない。 装備ニオンブランの苗木がカリフォルニアに初めて持ち込まれたのは1880年代のことである。の創設者であるチャールズ・ウェットモアがソーテルヌのシャトー・ディケムに植えられてた装備ニオンブランを苗木にして持ち込み、リバーモア・バレーに植樹したが、これはうまくいった。1968年にロバート・モンダビにより、フュメブランと名付けられ宣伝されることになった。 ニュージーランドへの電波は1970年代のことであり、ミュラー・トゥルガウとの根性用に試験的に植えられたのが始まりである。装備に4ブランは芽吹くのは遅いが成熟は早い傾向にある。そのため、晴天が続く気候においても過剰な高温にさらされなければ良好に栽培が可能である。南アフリカ、オーストラリア、カリフォルニアなど温暖な国や地域においては、 カリフォルニアのその魔群、アレキサンダーバレーなど、比較的冷涼な気候の場所で多く栽培されている。高温にさらされる地域では、ブドウが急速に果熟し、香りの弱く酸味の単調なワインになってしまう。地球温暖化の影響で、ソービニオンブランの収穫時期はかつてに比べて、早まっている。ソービニオンブランの原産地は、ボルドー内市は、ロワール川流域であるが、 カリフォルニア、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、南アフリカに、おいても、盛んに栽培されており、ワインの人気もシャルドネに変わって上昇している。イタリアやヨーロッパ中部での栽培例もある。フランスでは、海洋性気候のボルドー、特にカラクワインの産地として、アントル・ドゥメール、グラーブ、ペサ・クレオニャンなど、甘口ワインの産地としてソーテルヌなど、や、大陸性気候のワール、プイ・フュメ、 サンセール、トゥーレーヌなどで生産される。これら地域の気候はでは、ブドウはゆっくり成熟するため酸と糖分のバランスが、取れた状態で成長することができる。酸と糖分のバランスは、香りの優れたワインには必要不可欠である。フランスでは、ワイン作りにおいて、土壌や、その他ワインに影響する、テロワールの特徴に極めて重大な注意が払われる。サンセールやプイのように、 白亜と金メリジャンという泥イドからなる土壌においては豊かで複雑性のあるワインが産出され特に細かな白亜質土壌ではよりフィネスと方向が感じられるワインになるロアール川及びその支流付近の砂利が多い土壌ではスパイス、花、ミネラルの香りのワインとなるこれはボルドーにおけるよりフルーティーなタイプのワインとは対照的である土壌がチャートの場合は 最も主質が強く長期熟成に耐えるワインになる傾向がある。ボルドーでは、白ワイン用ブドウとして使用が許可されているのは、セミヨン、ミュースカデル、ユニブラン及びソービニオンブランの4種だけである。概ねこれらはブレンドされて使われるが、ソービニオンブランは4種の中でも主要なブドウ品種で、あり、パビヨン、ブランドシャトーマルゴーでも主要な品種として使われる。 ボルドーの辛口白ワインでは、主に装備ニオンブランとセミヨンがブレンドされて使われる。ソーテルヌにおいては、おそつまみの寄付ワインであるソーテルヌを作る際にセミヨンにブレンドれることがある。その割合は5から50%ほどで幅があり、ソーテルヌの特別一級に格付けされるシャトーディケムでは20%ほどブレンドされている。伝統的にソーテルヌにおいてはセミヨンを植えた列の、 中に一本だけ、装備ニオンブランを植える、ということがなされる。しかし、装備ニオンブランはセミオンよりも1から2週間早く、生するため、長く果実がなったまま放置されてしまい、香りの強さが失われてしまいかねない。そのため現在では、区画を分けて栽培する生産者が増えている。プイ・フュメは、地域の名である、プイ・シュル・ロワールに由来しする。この地域は、 サンセールからロワール川を挟んで対岸の位置にあり、石灰を含み、チャートの極めての多い土壌である。その影響で、ワインには煙や火打ち石のような香りがあると言われており、それゆえ、フュメ、フランス語で煙でいぶしたようなノイという名前がついた。ローヌ北部では、ソービニオンブランはトレサリエとブレンドして使われることがあり、酸味の強いワインになる。 シャブリの外れに位置するサンイコールブリという地域の奥では、ソービニオンブランが使われ、注目が高まっている。オーストラリアでは、特にマーガレットリバー地区において、セミオンとブレンドされることが多い。バラエタルワイン、ソービニオンブラン一種だけから作るワインとしては、アデレードヒルやパザウェイで作られるワインがあり、ニュージーランド産のものとは異なるスタイルを持っており、 比較的酸が高く白桃やライムのような熟した香りがあることが多い。1990年代初頭からワイン学者はチリで栽培されていたソービニのナスとソービニオンブランを区別し始めた。チリ産のソービニオンブランはブレンドを行っていない場合、典型的にはニュージーランド産よりもはっきりと酸味が弱く、むしろフランスに近いスタイルである。バルパライソ州は 比較的冷涼な気候であり、チリの他の地域よりも、ブドウの収穫を6週間ほど遅らせることができるため、チリで最も装備ニオンブランに適した産地である。ブラジルでは、かつて装備ニオンブランであると言われていたブドウが、調査により、セーベルであることが判明した。1990年代、ニュージーランドの海洋性気候の地域、とりわけ南東で産出される装備ニオンブランは、 ワイン市場で人気となった。マールボロ地区では、年番頑丈に、砂質の土壌が堆積しており、そのため水はけが良く、痩せた土になる。痩せた土では、収量が減る分、どうに香りなどの成分が集中するため、この場所は、ワイン生産にとって望ましい条件を備えている。このような土地は、ワイラウ川の氾濫源に沿って、マールボロ地区の東西に広がっている。このため、 南北で、格ワイナリーの個性は大きく異なる。10年度室の土壌で作られたブドウは、成熟が遅く、ワインは、ハーブのような香りが際立つが、砂利の多い土壌で作られたワインは早く成熟し、ふくよかで、トロピカルな香りになる。土壌の際だけでなく、生産者がいつ収穫を実施するかという決定も、ニュージーランド産装備に4、ブランの特性に影響を与える。 ニュージーランドの南東は細長い形をしているため、すべてのワイナリーの海岸からの距離は80マイル、130キロメートル以下である。冷涼な海洋性気候のおかげでブドウが成長できる、期間が長く、その間の気候も安定している。したがってブドウは十分に成熟でき、酸と糖分のバランスが取れる。ニュージーランドの装備にオンブランの香りと強さは、このようにして生まれるのである。 さらに近年では南東のワイパラ、北島のギズボーンやホークスベイの装備ニオンブランがマールボロさんとは微妙に異なる特徴を持つとして注目されている。ニュージーランドの装備ニオンブランで一般的なアスパラガスや西洋すぐりなどの青い香りはメトキシピラジンという化学物質に由来するがこの物質は冷量な気候においてより顕著に発生する。 パッションフルーツやげのようなより熟した香りは、チオール類の蓄積によるものだと考えられている。北米大陸においては、装備にオンブランの栽培は、カリフォルニアで最も成功しているほか、ワシントン州やカナダのナイアンガラペニンシュラやオカナガン、バレエでも栽培例がある。オハイオ州のエリーコやオハイオ川の周辺でも、わずかに栽培されている地域がある。 カリフォルニアで作られる装備ニオンブランは、ピュメブランの名でも知られる。最初に、カリフォルニアで作られた装備ニオンブランは、1968年のロバートモンダビによるものであるが、彼は、ブドウ農家から非常に良い装備ニオンブランを買い受ける、ことが出た。ところが、当時カリフォルニアでは、装備ニオンブランは青臭くて、強すぎる香りがあるとして評判が悪かった。そこで、モンダは、 ソン熟成により香りを穏やかにし、フランスのプイ・フューメを思わせる、フューメブランの名前で売り出すことにしたのである。現在では、マーケティングの観点から、生産者が好きな方の名前を用いることができる。また、フューメブランの名前で売られているワインの中には、オークソン熟成させたものもさせていないものもある。カリフォルニア産のソービニオンブランは二つのスタイルに分かれる。 ニュージーランド産のワインに影響を受けたスタイルでは、控えめなトロピカルフルーツの香りとともに、柑橘類やパッションフルーツのような香りが感じられる。モンダビのプイフィメのスタイルでは、香りがよりはっきりとしていて、メロンのような香りがある。南アフリカのステレンボッシュやダーバンブル、イタリアのコリッド・ゴリツヤーノでは、優れた装備にヨンブランが作られるようになってきた。また、 イタリアの甘口ワインの中でも特に優れたものとして知られるムッファートデラサラでは主要品種として使われる。ニュージーランドやチリでは装備に4ブランを間隔を空けて何度か収穫することがある。これは熟度によって特徴が変わってくるため異なる特徴になったブドウをブレンドする他である。あまり熟していない状態ではリンゴ酸が強い。果実が熟すにつれ、 赤唐辛子やピーマンのような香りが生まれ、糖度とのバランスも良くなる。このピーマンのような香りは、メトキシピラジンという化学物質によるものである。マールボロのワイラウバレーでは、起伏のある地形のためワイナリーの中でも、熟度の段階が異なることがあり、間隔を空けて収穫するのと似た効果が、ワインに現れる。装備にンブランからなるワインは、醸造の仕方にも大いに影響される。 一つは果汁を、どの程度武道の果皮に接触させるかというものである。ニュージーランドでワイン作りが始まった当初は、南東には醸造施設がなかったので、トラックやフェリーで北島、多くはオークランドまで運ばなければならなかった。そのため果汁と果皮の接触時間は長くなり、ワインの味わいは強くて鋭いものになった。現在、生産者によっては、意図的に果汁の一部を火費に接触させ、 後にブレンドに使うことがある。これはもともとフランスのロワール地方で使われていた手法である。逆に、カリフォルニアなどでは醸造したワインの風味が熟成によって変化しないように、一切果汁を可否と接触させずに作ることも一般的に行われる。また、醸造時の温度をどの程度にするかも重要な要素である。フランスでは16摂氏18度の やや高めの温度で醸造することが好まれ、ワインにはミネラル感のある香りが生まれる。ニューワールドではそれよりも低めの温度で醸造することが多く、ワインは果実味が強くトロピカルな香りになる。ロワールではマロラクティック発酵を採用するのは少数の生産者に過ぎないが、ニュージーランドでは比較的多い。一般にオークソンでの熟成を行うと香りに丸みが生まれ、 強すぎる酸味が穏やかになるが、ニュージーランドやサンセールでは、鋭い酸味と強い香りを活かすためにステンレスタンクで醸造することも好まれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。